なぜかというと、なぜかというとチャンネルの名を変えます。さて、みんな赤ちゃんの名前は何だと思うかな。コウリー。そうで、キミキキチャンネルを名前を終わりにします。終わりにします。名前、あ、そうだね。じゃあ、新しいチャンネル名は何ですか。せーの、ねねキキチャンネル。なにこチャンネル。ねねキキチャンネル始まるよ。ジャンプ。こんにちは。こうです。こうです。ちょっと泣いちゃうかな。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。我慢するから。これから僕もビデオに映ります。よろしくお願いします。ねねキキチャンネルが最後っていうことで、うん、今までいっぱいビデオ作ったじゃん、うん、その中のトップ10を発表したいと思います。ねねは何のビデオが一番好き？あのスイッチマンだったらジャックスパーの方でなく、あのドッキリね、あのドッキリも好きだし、うんうん、あとはあとね、ねねキキチャンネルのパイの実作ったチャンネルが好き、うん、あ、大きいやつ最近見てない。懐かしい。キキは何の動画が好きですか？あとね、うん、あの昔の忍者のあのスタンプみたいなチャンネルが好き。ジャックスパローが俺の帽子撫でていいぜって言ってくれたから。あはパイレーツ・オブ・カリビアンの映画が好きなのね。アンジェロが、うん、ネズコが、タンジロが守ってくれるから心配してくれるの。うん。ねねキキチャンネルのビデオではキキ何が好き？あれ、あれかな？タピオカ飲んだ時かな？あ、ね、一番それタピオカ好き。あれが好き？じゃあ、発表します。はい。第10位はおやつ作り、韓国で大流行、ホッピングボバを作ってみよう。イエーイ。127,215回。覚えてる？ホッピングボバ覚えてる。あれちょっと失敗したやつ。さあ第9位いきます。第9位はタピオカスライム、自由人に遊ばせたらお部屋が大変なことに、ビレッジヴァンガード。それ好きだね。これはね懐かしいね。これ覚えてる？いやー、やりたい。これが第9位。お部屋をめちゃくちゃにしたいです。すごかったね。お洋服もすごかった。またお部屋をめちゃくちゃにしたいです。あれ、お洋服なんとか洗ったら取れたけど、すごかったよ。第8位は、サプライズ、ママいつもありがとう、母の日。あー、あれ？母の日のビデオでした。第7位は、お久しぶりの質問コーナーってやつ。これの時。じゃあ次第6位は、はい、初めてのタピオカは姉妹で真逆の反応、はい、この動画でした。それ、これが第6位。イエーイ。ねねが初めてタピオカ飲んで、キキも飲んだけどブローンって吐き出した。キキもどこに恥だったの？飲んですぐピロって出しちゃった。洋服の下。どこに立ったの？あ、どこの辺？ここにね、ボロ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 。第5位は、ご報告、ママのお腹についてっていう動画。あれ？妊娠、赤ちゃんできましたってビデオでお話しした時の動画。あのビデオ？あれが5位。第4位。第4位は、サプライズドッキリしたら、あ、ねね、大号泣。そう、サプライズでスイッチをさ、あげたとき。あれが第4位。第3位が、ディズニーストアでお買い物、キキ号泣にお姉ちゃんはてんてんてんっていう、ディズニーストアで撮ったのと、ディズニーストアで買ったのを紹介した動画。ねね、てんてんって何？てんてんてんって、このビデオの名前、タイトル、題名。キキがさ、ディズニーストアでフィーンっ
って。あ泣いちゃっててさ。なんで泣いたんだろう。なんで泣いたかね、よくわかんないね。なんで泣いたの。急にふえーって泣いちゃって、ねねが、ほら、お人形あるよって渡してくれてたやつ。そう。じゃあ、第2位は、5歳児&1歳児モーニングルーティーン大公開。寝起きの姉妹と朝ごはん。っていうこの寝癖がすごいサムネの。これが第2位です。第1位は泣いちゃった妹を慰めるお姉ちゃん。あれ。キーこれ覚えてる？キーがアンパンマンのさピアノで転んじゃったんだよね。これキキだよ。ねんねイエーイキキだよこれアンパンマンイエーイこれが第1位でした。ねねきき号チャンネルになるのでお楽しみください。バイバイ。いいね。いいね。